どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、ゆうです。さあ本日はですね、いつものデッキ紹介とちょっと違ってですね、デュエルリンクス史上最もヤバかったと思う魔法カードランキングトップ3、こちらについてちょっと語っていこうかなと思います。あのデュエルリンクスにもですね、歴史というものがありまして、もうリリース2周年経ってるんでね、遊戯王 OCG なんかと同じくですね、あのデュエルリンクスにも歴史っていうものが構成されてきつつあるわけですよ。で今回はその初期からやっている僕が思う最もヤバかったと思う魔法カードランキング、過去の歴史も含めてね、デュエルリンクスのこちらについて発表していこうかなと思います。この内容なんですけども、実はですね、私最近あのブログというかね、あのノートっていうあのアプリがあって、でノートっていうのでちょっとブログっぽいものを書いてるんですけども、これ始めまして、あのよかったらね、あの概要欄に貼っとくんで、あの興味のある方はぜひフォローしていただければ、あの記事なんか見れるかなと思うんですけども、そのノートで先行公開した内容を、今動画にしているという感じでございます。早速ですね、発表していきたいと思います。デュエルリンク史上やばかった魔法カードランキング第3位、栄えある第3位は局所的ハリケーン第3位は局所的ハリケーンです。効果セットされた魔法罠全部手札に戻すよと。皆さんはですね、この言葉ご存知でしょうか。いつでもデュエルを終わらせる強さを持ったカードでしたので制限します。このパワーワードですよ。なんかちょっと逆切れでもしてんのかっていうね、口調なんですけども、これあの公式からあの発表された局所的ハリケーンのあのリミットに入る際の理由付け文書なんですよ。理由文 OCG にはねないね、リミット入りする際の理由文っていうのがデュエルリンクスには存在していまして、で、あのこの理由文がですねを考えてるやつ、天才説っていうのがデュエルリンクスのユーザーの間ではあの囁かれて、にわかにね囁かれておりまして、いつもねその理由文がめっちゃおもろいんですよ。混合格とかだったらなんかあの、全てを、あ違うマキシマムか、あれは全てを終わらせる強さを持ったカードでしたので規制しますみたいな、なんかね天才が考えてる文章なんですよ、リミット入りする文章が。これいつもめっちゃおもろくて、あの僕は気に入ってるんですけども、実際このカードはこの言葉通りの働きでしたね。セットカード全バウンスっていう、まあもちろん今でもこれリミット2のねあのカードなんで、今でもまあ使いはするんですけど、当時はこの局所的ハリケーンが3枚積みできたんですよ。だからリミットかかってなかったんで、エネミーコントローラーとか、まあ、デュエルリンクス界隈ではエネミーコントローラーってすごい強いんですけど、このエネコンとか局所的ハリケーン、まあ、要はエネコン2枚に局所的ハリケーン3枚っていう、あの殺意に満ち溢れたデッキ構築が可能だったんですね。殺意に満ち溢れてますよね。だからもうバックを戻して相手のモンスターパクってワンキルするというね、殺意しかない、そういうデッキの構築が可能でございました。このカードを象徴する、まあ、言葉っていうのがありまして、デュエルリンクス流行語大賞にも、2017年度デュエルリンクス流行語大賞に掲げましたこの言葉、局所ビートドンパダイナ、こちらです。局所ビートドンパダイナってやつですね。これまあどういう、まあ、言葉かっていうと、その当時ですね、あの空画団っていうあまりにもあの原作に関係ない、本当どっから現れたのお前らみたいなお手軽展開テーマがですね、急にデュエルリンクスに実装されまして、要はですね、大空画団時代、大ソラカス時代と、貸しました。ランク戦潜ったらですね、また8割型空画団、ソラカス、ばかり。空画団使いは全員ソラカスって呼ばれてるんですけど、キング松坂、またのシャイニング松坂でさえもね、あのね、ソラカスと連呼する、そういうね、やばい時代でした。当時はね、本当に、あれ迷惑じゃないって言ってた知らんけど言ってたと思う、多分。そのぐらい空画団がすごい多くて、まあ、世界大会でもよく空画団使われてたと思うんでね、2017年度は、覚えてる方もいらっしゃるかなと思うんですけども、本当局所的ハリケーンを打って、ビート召喚して、で、ビートの効果でドンパ、召喚して、で、ドンパの、効果でダイナ召喚して、っていう風にやっていくと、まあ、場にバーってモンスターが3体並ぶわけですよ。で、ドンパの効果でモンスターを破壊して、局所的ハリケーンでモンスターを戻してるんで、で、粉砕するわけですね。で、当時はなんと、その粉砕っていうスキルが、実は今でこそ、
上級モンスターしか攻撃力が上がりませんよっていうスキルだったんですけど、当時はですね、下級モンスターも上がるっていう攻撃力が謎仕様だったんですよ。謎仕様だから、ビートの攻撃力は1500になるし、なんだっけ、あいつシールの攻撃力は1900とかになるんだよね。やばいでしょ。スキル発動粉砕だ勝ちーみたいな、局所ビートドンパないな勝ちーみたいな感じだったんですよ。クソゲーすぎて、もう本当に空綺麗って感じ。この時代のね、粉砕っていうね、スキルはね、まあ、悪さをしてましたわ。まあ、そういうね、理由があって、この局所的ハリケーンは、まあ、第3位くらいの、まあ、黒歴史になってるんじゃないかと。今でも使えますけどね、十分。自分今でも使えるんですけど、まあ、第3位くらいに入っていくんじゃないかなと、個人的には思います。あ、個人的な見解がすごい入ってるんで、このランキングは。そこだけちょっとご了承いただければと思います。これ言うの遅いな。で、続いてはリンク史上やばかった魔法カードランキング第2位に行きたいと思います。リンク史上やばかった魔法カードランキング第2位は黄金色の竹光。皆さん、黄金色の竹光というカードはご存知でしょうか。リュエリンクスやってなかったらそんなになんか馴染みがないカードなんじゃないかなとは思うんですけど、まあ OCC でもたまに使われますけどね。これドローソースとして、自分のフィールドに竹光装備魔法カードが存在する場合、自分はデッキから2枚ドローする、まあ、つまり竹光装備が、場にあると強欲な壺になるよというカードなんですよ。皆さんはですね、竹光版、もしくは竹光スタバという、デッキ種類はご存知でしょうか。黄金色の竹光の効果っていうのは、要はその竹光カードがあれば2ドローできる、まあ、要は手札が増えますよということなんですけども、デュエルリンクスはね、悪さをしたね、モンスターがいるわけですわ。リーフフェアリーっていう、害悪ゴミクソカードがね、あるんですけども、この、害悪ゴミクソカードを、まあ、主軸にして戦う、リーフフェアリーが好きな方、すいません。僕も別に嫌いじゃないですけども、デッキがあまりにもクソすぎたんで、ゴミクソという、ちょっと汚い言葉を使わせてもらってます。すいません。この、リーフフェアリー、まあ、通称、葉っぱ隊。このカードの効果が、装備された自分のフィールド上の、装備カード1枚を墓地に送って相手ライフに500ポイントのダメージを与えるよと。だから要するにですね、装備カードをいっぱい装備してバンバン墓地に送ればいいんですよ。だから妖刀竹光って皆さんご存知ですね。妖刀竹光っていうカードがありまして、でこの、装備カードは、墓地に送られると竹光カードを持ってこれるんですよ、デッキから。だから妖刀竹光となんかその俺竹光とかがあった場合、リーフフェアリーになんか両方とも装備して、でなんか妖刀竹光を墓地送って500万与えつつ、妖刀竹光の効果で黄金色の竹光をサーチするんですよ。で黄金色の竹光の効果で2ドローしてまた次の装備魔法を持ってきて500ずつね削っていくっていう、このリーフフェアリーっていうクソみたいなカードの効果で500ずつ装備カードを墓地送ってボン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 削っていくと、チクチクとチク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 、相手のライフを削るっていうクソ陰キャ戦法がね、存在していたわけですわ。デュエルリンクスのその当時はね、これいつぐらいだろうな、ちょっと覚えてないけど。で、基本的にそのリーフェアリーの効果っていうのは単一制限がないんで、単一制限がないとですね、大体ね、YP っていうのはね、基本で生きります。基本生きる。妖刀竹光もしくはですね、ブラックペンダントっていうねこれいつのカードだみたいな、カードなんですけども、ブラックペンダントをちなみにリーフフェアリーの効果で墓地に送ると、まあリーフフェアリーの効果で500バーンダメージを与えつつ、ブラックペンダントがフィールドから墓地を送られると500バーンなんで1000バーン入るんですよ。だからまあ一応ブラックペンダント3枚墓地を送るともう3000バーンが決定するんですねっていうクソみたいなソリティア を始めまして、まあ4000ライフを一瞬で削るっていう。でしかもね、このねソリティアデッキのダメなところは成功率がすげえ高かったんですよ、当時。結構そのね、馬振りプレイみたいなのがあって、その黄金色の竹光っていうカードが結構強かったんですけど、このカードはフィールドに竹光装備魔法があれば別に相手でも自分でもいいんですよ。だから相手のフィールド上のモンスター、要はリーフフェアリーが引けてなかった時とかっていうのは妖刀竹光をね相手の、モンスターに装備するんですね。で黄金色の竹光を使って2ドローして強引にこのリーフフェアリーを引きに行くっていう、これクソみたいなプリングがちょっと流行ってましたね。この当時はですね、妖刀竹光を装備されるとかが嫌なんで、先行だったらモンスターを出さない、もしくは裏側を守備表でセットするっていう謎のプレイングが求められたという、こういう時代でした。
ちなみに俺竹光っていうカードはあの装備モンスターの攻撃力が0ポイントアップします。強いですね、強人無敵最強そういう、デッキでしたね、このカードはね。本当にその当時はね、デュエルスタンバイっていうスキルが修正がなかったんで、デュエルスタンバイは今でこそその要は自分の最初のターンはなんかその効果魔法トラップモンスターの効果使えませんよみたいな、発動できますよみたいなことになってるんですけど、当時はただ単にお互いの手札が1枚増えるっていう、ほんと OCG のスキルだったんですよ。ただの OCG 化しようぜみたいなスキルだったんですよ。だからまあ、要するに手札増えるっていうことは、こういうソリティアコンボ、クソバーンデッキにはまあ追い風でしかないんですよね。あとはまあカップオブエースとか、カップオブエースとかの表出して強引に、で強引に2枚引くみたいなのとか、あとはあれだ、魔法石の採掘、魔法石の採掘で妖刀竹光とかをこうあの手札捨てつつ墓地に送って、黄金色の竹光を墓地から回収して、でまたその墓地に送られた妖刀竹光の効果でもう1枚の黄金色の竹光を持ってくるみたいな、まあそういうソリティアがね、あの進んでいた時代でした。今でこそこの黄金色の竹光っていうのは、まあ、リミット1にね、1枚しか入れないんですよこれデュエルネクスでなんですけど、当時は3枚詰めたんでね、やばいでしょ、もうゴリゴリドローされるんですよ。黄金色の竹光で竹光、黄金色持ってきて黄金色から黄金色みたいなことされるから、だから今の絶対運命力でなんか割烹ベース3枚連発してるみたいなもんなんですよ。これがまあ鬱陶しかった。もうね、このデッキタイプが一番嫌いでね、僕はこのなんだ、黄金色の竹光の今まで竹光スタバっていうデッキがもう流行りそうになった瞬間に、そのメタデッキですね、要は竹光スタバガンメタデッキ、これを出してそのメタデッキ、動画投稿者の先駆者となったのが、まあ、何を隠そう私というね、龍という人物です。いやね、竹光スタバっていうね、デッキの名前もねマジでうざい、何おしゃれぶってんだよってね、なんかスタンバイですから、デュエルスタンバイの略称ですから、スタバって何おしゃれぶってんねんっていうね、本当に嫌い、このカードは本当に嫌い。さあそしてそれでは栄えある、リンク史上最もヤバかった魔法カードランキング第1位、こちらについて発表していきたいと思います。リンク史上ヤバかった魔法カードランキング第1位は革命です。革命、効果、相手の手札の枚数かける200ポイントのダメージを相手のライフに与えると。これは何がやばかったかっていうと、まあ、効果的にはその大差ないじゃんと思うかもしれないんですけど、これね、要はね、デュエルスタンバイとか、あとラストギャンブルっていうスキルがまあ当時はね修正がなくて、まあ、さっきデュエルスタンバイは修正ないバージョンの話はしましたけど、ラストギャンブルっていう史上最強のスキル今でも俺はスキルが史上最強だと思ってるんだけど、5ターン目以降の自分のメインフェーズ、これね修正、されたんですよ。これ7ターン目以降になっちゃったんですよね。で、自分のライフポイントを100にする、要は自称して、で手札を2枚捨てて、でサイコロ振って出た目の数だけドローするよというカードがあったわけですよ。あ、カードじゃない、スキルがあったわけですよ。でこのラストギャンブルっていうのが、要は結構、まあ、簡単で、しかもなんかそのラストギャンブルの、捨てられたカードの効果も使えるっていう時代だったんで、当時はね、今でこそその7ターン目以降だし、なんかその手札を2枚そのデッキに戻すっていうことになったし、まあいろいろ修正は入ったんですけど、まあ、これがね当時はほんと強くて、まあ、6枚出したら勝ちだったんですよ。まあ4くらい出れば勝ち、まあ3、4くらい出たら勝ちみたいな感じだったんですよね。もうまあこれが強くて、だから妖刀竹光をラストギャンブルで捨てつつ、サイコロでまあ4とか出したら妖刀竹光の効果でなんかまた竹光カードをまあサーチとかが入るし、まあ他にもいろいろ使い道はあるんですよこのスキル、まあ、やばくてですね。でこのラストギャンブルを使ってカップオブエース、さっきの項目でも出てきましたけど、カップオブエースを引いてくるんですよデッキから。でカップオブエース打つんですよ。でカップオブエースで表が出ても裏が出てもいいんです。なんでかっていうと、革命って相手の手札の枚数かける200ポイントのダメージを相手ライフに与えるじゃないですか。だから相手の手札が多ければ多いほどダメージが増えるんですよ。だから自分の手札がもちろん増えても、もちろんね、リソースが増えるんでいいし、じゃなくても裏になっちゃって革命のダメージが増えてもいいんですよ。だからカップオブエースがまあ強くなるっていう革命のおかげで
割烹ベースがなんか第一じゃないかっていう話もあるけどね、もうもはやそうなってくると。なんですけど、まあ、これがね、まあ、かなりの鬱陶しいカードで、まあ、当時はやっぱ制約がないから、そのカードに そのスキルの制約がないから、まあ、制約と制約っていうね、ハンターハンターかな、がないから、だから結構ラストキャンブルからの革命って決まってたんですよね、意外と。鬱陶しい、まあ、強くはなかったけどマジ鬱陶しいカードでした、非常にね。で、当時はですね、割烹ベース、革命、このあたりのカードを持ってない人がいたんですよ。持ってないというか、まあ、所持していない方がいて、まあ、これ入手方法なんだこのカードって。アルティメットライジングか。だったんで、まあ、当時はこの入手方法とかもなんか、よくわかんなくて、これ入手方法ボタンみたいなのもなかったから。だから、どこでゲットするんですかっていう割烹ベースが落ちません、どうしたらいいですかっていう、なんか意味不明なコメントが僕の動画にめっちゃ届くっていうね。カオスでしたね、あの時代はカオス、本当にそんな時代でした。結構ね、このデッキのタイプだと革命がなくてもヌスッとゴブリンとか、ファイヤーボールとかね闇城の内かみたいな、ああいうカードたちがデッキの中を、まあ、締めてまして、結構ね、先行アンケルができましたね。先行アンケルが成立した。まあ、遊戯王っていつの時代も先行アンケルってどうしても存在してはいるんですけど、成功率が高い先行アンケルっていうのは大体、まあ、規制されるものじゃないですか。まあ、先行アンケルと言わないまでも、まあ、先行クソゲーっていうやつですね。まあ、僕の、トロールデバーンは、強すぎてまだ規制されてないんですけども、強すぎてね、強すぎて規制されたんですけども、まあ、この革命はちょうどよかったから、まあ、規制されちゃったかなっていう。そんな感じですね。デッキに投入されるのが、まあ、そういう、まあ、バーンカードだらけだったんで、まあ、鬱陶しかった。本当に。もう、ソリティアですから、ただの。デュエル3倍って発動して、先行でなんか、クソみたいな、割烹ベースバーバーバーって言って、革命で、あ、対戦ありだっしゃーみたいな。デュエルリンクスやっぱ4000ライフしかないから、その革命3枚と、割烹ベース1枚があると、ワンキルなんですよ。革命で相手の手札を、革命じゃないや、割烹ベースで裏出して、相手の手札を7枚にして、で、革命を3枚打つと、2×7 だから2、14、1400×3 で、いくつだ、4200のダメージが相手のライフに入るんで、ワンキルなんですよ。こういうね、こういうクソゲーが、横行しまして、もう今やリミット1ということになっております、革命は。ということで、そんなデュエルリンクス歴史上最もやばかった魔法カードランキングトップ3でございました。次回はですね、トラップカード編と、それから、モンスターカード編というのもやっていこうかなと思っておりますので、ぜひね、そちらもお楽しみにしていただければと思います。まあ、ノートでね、先に読みたいよという方は、ぜひノートのフォロー、概要欄からしていただければと思いますので、後書きなんかも、まあ、ちょっと適当に書いてるんで、おまけ程度にね、シャイニング松坂先生の絵心の話とか、あとうちの娘の話とかもしてるんで、よかったらね、概要欄からチェックしてみていただければなというふうに思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。よかったらグッドボタン押してってね。それでは、バイバイ。